頭で仕上がって主を褒めたたえていきたいと思います。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、それはあなたの道だ。地の上にあなたの御救いが、すべての国々の間に知られるためです。神よ、その三物を出しました。神は私たちの神が、私たちを祝福してくださいますように。神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与え、私の主。
神様は私を愛し命を与え救い与えた。神様は私を愛し罪をあがない、許し与えた。急ぐことなく私の御言葉に従って一歩一歩忠実に行ってきなさい。この教会のこの名前が変わったことによって新たな段階に入り、特にこの名前が変わったことによるお一人お一人における教会を土台とした召しに関する確認を丁寧にするように当主が言われます。さらに働きは本格的なものとして開かれてくると仰せます。それゆえ中心の飯が何か明確にすることは重要であると仰せます。このお一人お一人における主から与えられている実際的な賜物、この霊的な賜物というのがこれから豊かに用いられていくので、その訓練において忠実であるようにと主が言われます。すでに多くの事柄が起こり始め、それが目に見える形で現れ始めている中で、私は次の段階の技を開いていこう。またこのお一人お一人におけるこの働きに関しても、この教会当初において全世界にあなた方を使わすという言葉を土台として、国内外において働きが進むことを覚え備えなさいと主が言われます。それではガリゾワキをおめぐってお賛美したいと思います。God is right.
特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。